日本人は即印の情といいますかね、大体お互い分かるでしょうと、あるいは謝ったんだからいいじゃないか、人を騙してはいけない、まあ、小さい頃から教えられますけど、しかし騙される方が悪いんだと、あるいは嘘も100回言えばですね、本当になるんだと、そう言ってですね、プロパガンダに励んでいる国民もいるということ、そのことを忘れちゃならない。私たちはそういう意味でですね、この国際社会に生きていく上でダブルスタンドで生きていかなきゃいけないという、この決意をね、まあ、固めなきゃいかんと思っています。